日本ではまだ発売されていないマイクロソフトのタブレット端末サーフェス。この広告が銀座アップルストアの前の松屋銀座に登場しています。これが現れたのは2013年2月25日頃のようです。アップルストアから見るとこんな感じに見えます。マイクロソフトはどういう意図でこのような広告を展開しているのでしょうか。アップルストアの真ん前の松屋銀座のところに広告を展開。 iPad に対抗できるだけの商品なのでしょうか。